が燃え尽きる、うんうん、だからあのお供えをしても後の人にも迷惑があるし、お母さんにも迷惑があるから、その2つは そのものをお供えするという、そういう形ですね、はい。で火をつけて燃やし尽くす、焼き尽くすというのは煩悩を消し去る、燃やし尽くすということにも通ずる部分があるので、ろうそくとお線香を火をつけてお供えするということですね。仏さん、ご先祖さん、ご先祖さんみんな仏だ、で、過去、現在、未来というのがよく言われる一つの解釈。オン・バザーラ・アラマ・キリク・ソワカ。オン・バザラ・カワカ・タラマ・キリク・ソワカ。キリク・ソワカ。証券合運会空洞式式即税区空即税式住創業式薬部尿、よく聞かれるんですけど、お経ってどうやって読むの、うん、淡々と流れるようなんです、はい、調子をつけない、で強弱節をつけないと、ね、できるだけ淡々として区切らず流れるように、まあ、何回か読み口で上手になります、はい。で、息継ぎどこでしたらいいのか分かりませんっていうこともよく言います。どこでもいいです。 できれば複数で上げているときは違うタイミングで息継ぎをした方がお経が全体として途切れないでしょ。だからどこでもあらかじめここで息継ぎしましょうって2人で示し合わせると、そこで呼吸が途切れてしまうから、1人の時はもうしょうがない、複数であげる時はそうやってお経を途切れないようにします。そしてお経というのは目で見てますよね。そして声に出して、それが自分の耳から聞こえるでしょ。で心に響くということで、4回分一遍のお経を経本を見て声に出して読むことによって4回分のその、お経を読んだのと同じことができるんですね。これを覚えてるからって言って経本を見なかったら一回損するわけで、恥ずかしいからって言って声出さなかったら声出さないし耳にも聞こえないから2回分損する。だから本を見てしっかり声を出して、まあ、慣れないうちは恥ずかしいけどね、自分の耳に聞こえる程度にはしっかり声を出すと、はい。そして、2人でお経をあげると相手の声も聞こえる、はい、で心に響く、はい、だからそれだけ得するわけ。人数が多ければ多いほど、あえて団体さんで来れば来るほどお経 その声がたくさん聞こえて、1回しか自分は上げてないけれども何回分もの今日のね、功徳があるっていう、功徳っていうか、まあ、得するってことね、そういうことがある。相手の声を聞いてあげるっていうね、そこを意識しだすと綺麗なのさ、お待ちしてご本尊にちなんで陰合というのね、でこれは自合と言います。はい、木の香りがね後々まで残ったっていうことで目ごろじという名前にしてるんです。まあ、それぞれ、名前には何かの由来があるんだけど、ここなんかとても分かりやすい。地名とご本尊さんと、まあ、お寺ができた時の縁起というんですけれども、言われを名前にしている。で山の名前、院の名前、寺の名前の3つを名前として持っているんですね。だから三門のところで見つけた青峰山っていうのは、これをこう名前、この名前を額にして書いているんですね。